どうも皆さんこんにちは、マックス杉です。本日は普通のお食事動画になっております。で、早速場所の説明を。丹行味噌、これ左に書いてある4文字熟語みたいな、これ丹行味噌と呼びます。丹行味噌の、北新横浜本店というところに、お邪魔した時の模様をお送りします。で、早速なんですけれども、こちらはね、ラーメン屋さん、ジャンル的にはラーメン屋さん、つけ麺屋さんになるんですかね。なんですけど、僕今回食べたのはカレーです。で、食べたのが、がっつりカレーだったかな。なんかそんなようなちょっとパワフルな名前だったんですよ。特盛りカレーだったかな。すごいね、でっかい唐揚げが乗ったカレーで、あとチャーシューが1枚乗ってます。で、唐揚げはもうでっかいの1枚で、チャーシューは1枚 と、カレーで、かなり濃厚なカレー、煮込まれたで、野生味あふれるカレーになってました。めちゃめちゃ今これファーとかなんかサイレンみたいになってるんですけど、多分お店の仕込みかなんかの時の音なんで、ちょっと気にしないでください。すいません。特大がっつりカレーだったかな。で、チャーシューは炙ってありますね。炙ったこう焦がしの香りが引き立つチャーシュープラス唐揚げとカレーなんですけど、僕ね、これ何と言ってもね、ミルクは唐揚げだと思います。このクリスピーな唐揚げうまいっすよ。この動画の途中でね、まあ、今回もニカタツさんと言ってるんですけど、あのブロガーのうまいなこれ、お友達のこのね、ニカタツさんも言ってるんですけど、途中で唐揚げの衣でご飯めっちゃ食える、もうやばい。衣とか皮、肉、ね、すごい。もうすごいとか、もううまいとかしか言ってないっすね。すいません。このね、今回の動画、本当に食事してるだけなんですよ。食事してるだけの動画ありですかね。ちょっと皆様に僕、ここ問いたい。ありですか？これ普通の食事です。ちょっとコメントをお願いします。めっちゃクリスピー。お店なんですけど、結構中入った感じ、最初そもそもお店を見つけられなかったんですよ。えみたいな、なんか塾の入り口みたいなところがあるんですよ。で、パッと見分かんなくて、新潟さんで一瞬迷って、え、どこっすかみたいな、あ、ここだみたいな、入って中入っても正直あれちょっとやばくねみたいな雰囲気だったんですよ。で、おじさんが一人でやってる感じみたいななんですけど、いい意味でめちゃめちゃ味の方は裏切ってくれました。ハイパーファットの方が、あれカレー美味しいっすよなんていうのを、行こうかと思ってんすよ夜みたいなこと言ったら、同じ日に行ったんですけど、このハイパーファットと行ってて、で、美味しい、カレー美味しいっすよみたいなことをおっしゃってて、で、なんでもしかもお昼にラーメン食べたから、もうラーメンの気分じゃなかったんですよね。夜はもうカレーだカレーだみたいに、ニカさんとずっと言ってて、イカダツさんと、すみません、なんでちょっと僕今しゃべり方がちょっと変なんですけど、変化っていうと、ベロの横側噛んじゃって、ちょっとふーみたいな喋り方しちゃってるんですけど、本当申し訳ございません。僕もちょっと精一杯話してるつもりなんですけど、ちょっとところどころごめんなさい。あ、で、話戻しますと、そのハイパーファットの人、カレー推しですよって言ってて、そもそもラーメン昼食べたから夜ラーメンって感じじゃないねなんて言ってて、で、カレーで、やっぱ唐揚げ好きなんで、唐揚げをトッピングっていうか、もうがっつりのやつ頼んだんですけど、美味しかったなぁ。本当にこれ37歳の普通のおっさんが唐揚げ食ってるだけですよね。カレー唐揚げ黙々と。うん、めちゃめちゃ渋いなこの動画な。で、店内も結構閑散としてて、なんていうんですか、お店の中の雰囲気は本当言い方を悪く言うと殺風景、よく言うとシンプルって感じのお店の店内。店主の方がやたらね、気合が入ってます。声でかいです。すっごい分かる、この表現。
僕結構声大きい方なんで、あんまり人の声でびっくりしないんですけど、僕ちょっとビビった毛めっちゃ入ってました。カレーはスパイシーですね、濃厚で本当ね、男っぽいカレーです。これ今唐揚げとご飯で食べるのが美味しくて箸で食べてますね。玉ねぎがなんかかなり細切りみたいな感じで、はい、特徴的でした。なんかもう唐揚げとご飯と向き合ってましたね。僕は正直カレーってよりも唐揚げが美味しかった。これ本当にこういう動画ありなのかな。前に入ってる肉超でかいっすよ。そうなの、本当におじさんとおじさんが飯を食べてるだけっていう。で皆さんこれ気をつけてくださいね、あの生卵じゃないですから、実は温玉でもないですからこれゆで卵なんですよ。これゆで卵だ。あのついてくるんですけど、ゆで卵でした。ゆで卵だ。うん、っていうただただ食事をしてるだけっていう動画ですね。賛否両論と思うんですけども、ぜひ皆様のコメントを伝えてください。それでは食べまくってはい、マックスでした。失礼します。また